大家好、香港ケンタチャンネルケンタです。今日はね、いや、前に撮ってあげ忘れてた動画があって、ちょっと手抜きになっちゃうんですけど、ここから、前の動画を、プレイしたいと思います。どうも、香港ケンタチャンネルケンタです。今日はね、オズモポケットで、実はこう歩きながら動画撮影すると、どうもね、こう動画がね、こう上下、こういう感じで上下する感じがしてたんですね、今まで。今日ね、たまたま YouTube で見つけたんですけど、僕今までこの、TJ さんの作ってく、あのプリントアウトしてくれた、この 3D プリンターで作ったオズモポケット用のアウトアダプターをつけてやってたんですけど、このアダプターでこうなるべくね、垂直になるようにして、僕今までこういう風にして動画を撮ってたんですね。そうするとなんかこう、なんていうのかな、水平だし、手ブレもないんですけど、ただ画像全体がこう一歩一歩歩くたんびにこう上下に動くようなイメージがあったんですね。で、今日見た動画で説明してたのは、ジンバルは従来こう横にしてこういう状態で使うのが正常らしいんですよ。そうすると、こう随分とこう軽減されるっていうことだったので、今からしばらくの間こっちで撮って、いつもの状態で10、5分ぐらい歩いて、で、その後5分ぐらいこっち側の状態で歩いて、その時のその、なんていうかな、画面の揺れを、検証していきたいと思います。いきます。今ね、これね、水平です。なるべく、オズモポケットが垂直に立ってる状態で、撮影をしております。いやー、これはね、この上下に動き、もうちょい気をつけて歩けばいいんだけど、その歩き動画ね、往々してやっぱり楽な方がいいんで、できれば普通に何も考えずに歩いてる動画がちゃんと綺麗に撮れてるのが一番いいんですけど、この状態で撮ると、僕が今まで撮った動画は全部お蔵入りしちゃってるんですね。なんでかというと、正直言ってこういう道歩きの時の撮影は、今オズモポケットでやるよりはずっと GoPro Hero 7でやった方が、なんか後から見た時に気持ちがいいというか、スムーズなんで、そうしてるんですけど、これでオズモポケットのね、動画がね、本当にスムーズになるのであれば、もしかして俺、GoPro Hero 7は、なんかあった時の、要は雨降った時とかの、本当にそういう時のだけ用に、バックアップとして持って歩くだけで、実際撮影に使わなくてもいいのかなっていう気がするので、この検証すげえ大事だと思うんですね。これからね、ちょっと行くところに階段もあるんで、階段の上り下りも含めて1回やってみて、で、その後垂直の状態でもう一度同じ道を歩いてみたいと思います。さあ、今は、大相撲をなるべく水平、今、さっきは垂直ですね、まっすぐ上に向けて立っている状態、今、水平状態ですね。これで改善されたらすげえな。俺もうもしかしたら本当オズモポケット大好きになるかも。今も結構大好きなんですけど、もっと好きになると思う。もっと使うタイミングが増えるような気がする。さあ、あら、階段についちゃった。まあいいや、とりあえずちょっと階段まで行って、で、階段の半分をまた垂直で撮って、残り半分を、水平で撮るっていう方法でやって検証していこうと思います。さあ、今垂直に直しました。階段上がります。いつもと同じく何も考えずに歩いてます。どうでしょう。半分来たんで今度水平にします。さあ、水平ですね。ああ、これで変化があったら超嬉しいな。さあ、登りきりました。いかがでしょう。あのね、
画面で見る限りではもう全く違いは分かりません。あのこのちっちゃい画面ではね。今度あのType-C のケーブルをつないで携帯電話を手元に持ってね、こう見れるような環境というのを作ってみようかなと思うんですけど、これが今垂直で歩いてるところです。今度ね階段降りますんでまた垂直に戻しますね。さてじゃあさあ垂直に戻しました。これから階段降ります。これ階段降りてます今。どうでしょう。まあ、階段降りるのはね、まあ、多少の定規はしょうがないなと思ってますけど、じゃあ今度は、はい、水平の階段降りです。どうなんでしょうね。さあ本当水平でね、このなんていうのかな、それだけ大きな変化があるならもう本当今後水平持ち。そうするとね、今度ね、今ね僕 TJ さんの作ってくれたあの概要欄に TJ さんのチャンネルとその動画載せておくんですけど、TJ さんが作ってくれた、印刷してくれたこの、オズモポケット用のマウントアダプターって2種類あって、で1種類は、今使ってるこのボックスタイプで、もう一つがライト、まあ、僕が勝手に名前付けたんですけど、ライトマウントっていうのがあるんですね。そのライトマウントの方の方が、逆にね固定されていて、比較的こうなんていうのかな、落ちる心配がない。ボックスタイプはね逆にあのいつでもこう抜いて手持ちにできたりとか、いつでも挿してこうマウント状態にするとか、手軽さがやっぱね重要視されてるんで、あのそっち僕もこれあのライトとボックスタイプの、 あの紹介動画作ったので、それも概要欄の方に貼っておきますが、そうそういうね、マウントアダプターが今あるんで、これは活用しない手がないなというのと、僕明日からねちょっとバーレーの方に、夫婦で、旅行に行くんで、まあその旅行の様子を撮るためにあのいちいちカメラを2台 使い分けてね、歩いてる時とこう歩いてない時で分けるっていうのもめんどくさいんで、できたらこう1台で全部できたらいいなと思ってるんで、これがうまくいってることを祈ります。さあね、本当はねこう実はねさっきからね登ったり降りたりってねぐるぐる回ってる、あの同じところぐるぐる回ってるだけなので、そろそろこの検証は終わりにしようと思います。さあ皆さんいかがだったでしょうか。私もちょっと編集の時にあの内容を見てみようと思います。それではまた。さあいかがだったでしょうか。あのねパッと見なんですけど、正直あんまり差はないような感じがするんですよ。まあ、あの大きな画面で見てないからあの何とも言えないんですけど、とりあえず僕の持ってる、ファーウェイの 7.2 インチの画面で確認した限りでは大きな差はあったように感じないんですが、いかがだったでしょうか。まああのね、実際にまあちゃんと大きい画面でもうちょっとちゃんと確認してみますが、もしまあ少しでも軽減されてたらちょっと試す価値ありかなと思います。皆さんはどう思われたか、もしよろしければですね、コメントのところにですね、改善されたと改善されてないっていうのを2つ挙げとくので、改善されたと思った方は改善されたの方をいいねしていただいて、改善されてないなと思う方は改善されてない方をいいねしていただくと嬉しいです。本日以上です。またこうしてね、いろいろとやってるので、もしよろしければこれからも見ていただけると嬉しいです。では、本日の広東語は、早晨、早晨、おはようございます。おはようって意味なんですけどね。朝起きて、誰かに会ったら早晨、ガードマンとか下のビル、会社に行くときに下のガードマンとか、まあ、ビル家の下のビル のガードマンでもいいんですけど、朝会ったら早晨。さあ覚えましょう。早晨。本日以上です。ではまた。